花瓶に生けた紙で作った花を後ろから見てみましょう。太いワイヤーでまとめてあります。このワイヤーの作り方をご紹介します。まずお花紙を4分の1に裂きます。これを3つに折って液体のりを軽くつけます。長さ20センチのワイヤーを両端に挟みます。これを平らに持って2本のワイヤーをねじっていきます。これで紙巻きワイヤーの出来上がりです。もっと太いワイヤーを作る場合はお花紙1枚を丸々使いましょう。同じ大きさに畳んだら糊をつけて挟んでいきます。糊が染み込みにくいので2回つけてください。これをねじっていけば太いワイヤーの出来上がりです。刃の裏には細いワイヤーをボンドでつけます。茎の部分はフローラテープでつけていきます。アジサイの葉は2枚ずつ互い違いに、ひまわりの葉は1枚ずつ少しずつずらしてつけます。太い茎1本に対して葉っぱの茎 3,4 本ぐらいがちょうどいいでしょう。